渡辺淑子さんは終戦の混乱の中家族と生き別れ、戦後29年間という長きにわたって中国に取り残されていた中国残留邦人の一人です。渡辺さんにとって終戦は過酷で波乱に満ちた人生の始まりでもありました。うちの父は満州の商工所、こっちで言ったら県庁みたいなとこね、勤めてました。で、自動車の運転ができるので、自動車、まあ言ったら自動車隊の隊長か。うちが自動車修理工場だったから、討伐から帰ってきたら壊れて帰ってきますわ、みんな一風違って、それを修理するんですよ、中国人がね。日本人、中国人、朝鮮人、みんなおりましたよ。その行かれた当時のですね、聖徳の様子はどんなだったんですか？よかったですよ。あの頃ほれ、馬車ですよ、あやまあちょって言いますけどね、あれがもう夏をこう走っててね、私たちはそれに乗って あちこち遊びに来ましたよ。あの頃はまだ日本人は裕福な時ですから、食べ物は何でもあるし、うちなんかほんで中国の人がねみんな持ってきてくれるんですけど、卵なんか欠かしたことないですよ。もうこう何百と持ってきますもん。渡辺さんは日本で生まれ、10歳の時に両親と兄弟2人と共に満州へ渡ります。そして15歳の時に終戦を迎えます。終戦間際には根こそぎ動員で父親がハルピンへ召集されました。8月の15日ですか。あの頃は天皇陛下のラジオで、もう戦争に負けたからっていうことが報告があったんですよね。その時は私たちはまだ遊んでたんですよ、バレエをして。さあ憲兵隊から電話でね、怒鳴られて、何してるかーって言って、戦争に負けたんだぞーって言って叱られて、みんなびっくりして、それからバタ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 ってみんな家に帰って、準備しなさいって、帰る準備を、帰る準備って言ったってどこに帰るんですかって言ったら、日本に帰るっていうことで、で16日の日、みんなほれ荷物をね、家庭ほれみんな家庭がありますからね、で家に帰って準備して、でトラック、今で言えばトラックですよね、あれが何台あったかしら、それに乗って錦州まで出てきて、錦州から法典まで行っかかったんですよ。ただ法典はもう入れなかったんですよ、ソ連の兵隊がおって、でまた引っ返して錦州に来たんです。だから錦州に疎開したみたいな感じですよね。で一人の女の人がね、子供3人抱えてて、で一人はおんぶして、一人は抱っこして、で一人の子は手を引っ張ってね、でトラックに乗ろうとしても乗れないんですよ。私それ見ちょって誰も助けてくれるんですわ。だから私がちょうだい、その子供を私が抱っこするわっつって取り上げて、でその人なんかの荷物をみんなが加勢して、トラックの上に乗せて、で私はなんていうかトラックの前の方でおてんばやったから、立ったまま赤ちゃんを抱っこしてね、それで錦州まで行ったんです。で16日の日に
ソ連が入ってきたそうです。私たちはもう出た後だ。やっぱり怖かったですか？やっぱそれぐらい怖かったですよ。禁酒にも入ってきたからね。なんていうか、まあ、昔は命令って言いますわね。兵隊さんたちから命令が下って、外に出るなって。ソ連の兵隊が来てるからね、気をつけんといかんって言って、お前たちは出るなって言って叱られて。禁酒についてね、前の日本人の学校、女学校、そこに疎開したんですよ。もう男も女もね、男の人は少ないですよ、みんな女ですよ。そして16日、16、17頃ね、ソ連の兵隊がみんな入ってきたでしょ、うん、そしてなんていうか女探しですよ、うん、それじゃいかんって。やっぱし日本人でも男の人が残ってる人がいたからね、だけどその人たちは手出しができないんですよ。女を引っ張っていかれようが叩かれようが、守ることができないということですか、うん、だから私を赤十字のね、看護婦にしたらということで、私は赤十字に生かされたんですよ、その時に。だけど赤十字は病院の仕事したことないから何にもできないんですよ。ただそこにいるだけでね。受付にいましたわ。受付にいて、忙しい時はこっちに来てって言って、この包帯をほどいてやってって言うんですよ。と一人の男の人はね、この指を、もう指があるかなんかわからんんですよ。こうね、タオルで巻いてあって、それを取るわけなんですわ。まあ、私は怖いですがね。でゆっくり取ると、看護師さんが見ちゃって、で男の人も痛くてたまらんのですよ。痛い痛い痛いって言って、で私と変わってその人がパーッと剥がしちゃったの、うん、看護師さんがわーっと思った。びっくってしたよ、あの頃は、ね、まだ慣れてなくて。慣れてないし、だいたいしたことないから。あ、私なんか舞台におったから、司法の方に、司法じゃなくて庶務の方におったから、うんうん、で、そこに何日おったかな。それの兵隊がね、夜になったら出てくるんですよ、うんうん、と靴の音がするでしょ、革靴履いてるから。で子供たちが泣くんですわ、うん、泣いたら男の人たちが殺せって言われて、で泣いたらここに女がおるっていうことが分かるでしょ。とその部屋に来ますわ。だから、うん、年の人たちがみんなそうおらんでね、うん、でもしょうがないから布団をこう頭からかぶせて、それで死んだんじゃないかな。その明けの朝、学校の裏庭にね、お墓ができちゃったもの。もういっぱい墓ばっかりですよ。もう誰の墓かもわからね。そう、その日本人というんですか。うんうん、日本人。あの子のは辛かったよね。ソ連軍の侵攻により、満州における日本人の支配と社会秩序は崩壊し、混乱の中で家族離散や死別という悲劇が生まれました。渡辺さんも家族と連絡が取れなくなり、日本へ帰国する家族と別れたのです。そして渡辺さんのように中国人の妻となり、生きていくしかなかった人たちもいたのです。でそのまま私は結婚もしておらん、結婚式もあげない、何もしない、そのままうちの主人と一緒になった。生きるためにっていうことですかね。そうなんです。生きるためも何も、その時は私何にも考えてなかったですよ、うん、何が何だかさっぱりわからないんだもん、うん、どういうか。うちの主人もあの頃はちょっと警察官しとったからね、国民党の。でも国民党が負けた時にもうこれ
商売人に、ね、なって、あの頃商売人は金儲けがものすごく良かったんよ、うん、うちの主人なんかはお米を売ってた。あの頃国民党でも毛沢東でも日本人とったら捕まえるからね、うん、だからお客さんが来ても誰が来ても私はことお茶はついであげるけど、告げって言われてるからお話はしない。だから笑ったこともない、お話もしたことない。でまあ結婚はしたんだから子供はできますわね、うん、中国語は喋れないですよね。となると家族とのこう会話とかもなか、うん、全然言わない。私はお話ししてる時に誰か来たらこれやばいじゃないよね、ああ話ができるっていうことになるでしょ。何年間こう日本語を喋らない。ああ、と私終戦からずっと喋れなかった、うん、ずっと喋らなかった。でもうほれ何個も終わって、国も収まって、あの頃私にいろんな人が来てお話かけ合うけど、お話するけど、私言ったことない、笑ったこともないんだもん、うん、ただ夜になったら本読んで。本と言いますと小説よ、主婦のと思って日本語、日本の本を勉強してるから読めるわけよ本は、うんうん、自分が言おうと思ったら言えないのよ、出てこないのよ言葉が。かなりもう忘れてしまった。何を言っていいかわからないから。やっぱ日本に帰りたいっていう気持ちがありました、ずっと、うん、ずっと。でうちの主人と仲が悪かったから、うん、うちの主人は2年に1回ウルムジーから帰ってきてたけど、私と仲が悪いから私が相手にしないから、 あまり一緒には生活した思いがないの、うん、一緒に暮らしてても私は姑と一緒に暮らすけど、うん、うちの主人はほれ若い時は警察官でしょ、あっち行ったりこっち行ったりで、もうあれだったし、警察辞めても女をおったしね。田中総理ねが中国に行かれたでしょ、その時にほれ江南局の人ね、おいら方と一緒にうちに来よった人が、渡辺さんってあんたは日本に帰りたいっていうか、帰りたいわーって言ったら、今度ね日本かおいら方が見えて日本に帰ることになったから、手続きしたらって言って、私何にもないもんって、養子もないし何にもないでしょ。で私どうしたらいいって言ったら、ってはっきり教えとくねって、あなたが帰りたいって言えば旦那さんが解散と言ってもいけない、誰が止めてもいけない、あんたが帰りたかったら帰っていいんだからって、私お金ないよって言ったら、うん、国から出るからって言って、うん、そういうことだったんですよ。でだったら日本に手紙書きなさいって僕は出してやるからって。で、うなまはうちの父の里だから、母のだから手紙出したんですよ。それから うちの妹からも手紙が来て、早速手続きするからねって、だから心配せんでいいよって言ってきて、だからあの頃もだいぶ日本人の人も帰ってたけど、その時はもうお母さんとかお父さんが日本で生きてらっしゃるということは、私生きてると思ってたの、うん、無事だというふうに信じてたわけですか、うんうん、そしたらうち の私が帰ってきて知ったことであって、帰ってきて、母ちゃんどこにいるの、うちの妹が亡くなったよって、で私が帰る3年前に亡くなって、そして父はうちの満州から帰ったらうちの母と別れて、他の人と一緒になってて、
そしたらもう渡辺さんだけが取り残されたというか中国に残された形になったんですね。で、うん、弟はね、あの下の弟はね、私がまだあの禁酒にいる頃死んだっていうことをうちの主人から聞いたの。無事日本へ生還できた家族は、渡辺さんが中国で亡くなったと思い死亡届を出し、遺灰も作っていました。渡辺さんは帰国後、日本に帰国した中国残留孤児などの援護に積極的に当たり、その功績を称える感謝状が贈呈されました。渡辺さんの人生ですよね、こういは、そこで言うとどんな人生だった？私の人生、人生はね、波乱万丈の人生。まあいいこともあったかもしれないけど、いいことは忘れたのが多いわね。やっぱり辛いことは覚えてる。だから赤十字におってもどこにおってもいいことでしょ。いいことやけど怖い。またなんていうの、二度とあんなことしたくない。今ね、今考えれば戦争というのは悲惨です。その一言につきますか。はい、もうなんて言っていいかわからない。ただ悲しくなりますね。